じゃあ行きましょう。はい、皆さんこんばんは。金曜日の夜、いかがお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。どんな1週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一部史、日本の音楽から日本文化まで、一部思想家、一中先生と語る心整う時間、江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流である一部史。毎週一部史を稽古なさっている方、一部史に関わっていらっしゃる方から、日本の音楽から日本文化について語っていただきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたよろししくお願いします。ます。すいません、じゃあ早速ですが、いつもね、これケリーさんが読んでるんですけど、一中節とはっていうところで、一中節は重要無形文化財ですと。尾形光琳、近松門左衛門などが活躍した元禄時代に、初代都大夫一中が創始した一中節は上方のお座敷浄瑠璃として出発しました。江戸時代には一中節の稽古本のない家はないと言われるほどでした。上品かつ音雅な語りは江戸時代には大旦那さん、その後夏目漱石などの文豪、帝国ホテルの創始者大倉喜八郎氏、出光興産の出光佐三氏など経済人に愛され、現代に受け継がれていますと。お稽古することが鑑賞することであると。音で物語と情景を心に浮かべる、現代の映画鑑賞にも近いですと。お稽古を通してより深く楽しく鑑賞することができるようになりますという感じでございます。はい。これにいつもやってるんですけど、今度また来週は先生シンポジオンが。はい。もう来週ですね。来週の水次曜は日水に、曜日。常磐津というのが、一中節は歌舞伎と離れて久しい、もう200何十年歌舞伎に出てないんですけど、常磐津は、日本舞踊と、非常に結びついて、歌舞伎舞踊と結びついて、いますが、歌舞伎の地方っていうか、歌舞伎の役者さん、あるいは舞踊家さんが、踊るためだけの、演奏と、それから、素浄瑠璃といって、で、常磐津だけを聞かせる、聞いただく、あるいは習っていただくっていう形で、両方、両方発展していったんですね。で、どちらかというと、皆さんにお稽古してもらうのは、女のお師匠さんが、毎日、1日と15日だけなんかお休みで、あとは毎日お稽古があって、毎日お稽古に行けたんですね。だから覚えられたんですよ、録音機がなくても。それで毎日お稽古に行って、1行を3回だけやって、入ればまた明日いらっしゃいみたいに。でもそこはサロンみたいになってて、みんながそこで集ってたんですね。で、その中で義太夫の、来週やる次回の狐尾というのは、義太夫の本朝二十四候、お国は狐尾の段なんですけど、これを、義太夫は、非常に関西のやっぱ大阪のものすごくローカルな芸だったんですね。だから東京の人、江戸っ子はね、ちょっと受け入れられなかったんですよ。あんまり大阪弁に馬鹿んでないので、ちょっと敬遠してた。ほとんど文楽なんかも江戸で、東京でやることはほとんどなかったんですね。国立の文楽劇場、あ、じゃないと、国立劇場ができても、もう50年、60年近く経ちますけど、それで東京にも文楽が毎、あの、年に何回か興行するようになって、すごく、東京の、今、東京の人のが、なんか文楽愛好者が多いみたいになってますけど、その義太夫節のものすごい名曲を、どんどん常磐津節にリニューアルして作り変えていった時代なんですね。これが幕末から明治に初期にかけてなんですけど、それは常磐津を稽古する人がものすごく多かった。岡本喜童の随筆にあるように、東京の路地裏を歩いていて、三味線、常磐津が聞こえない、常磐津の特に、次回、もっと後かにある将門の、曲が聞こえない、そうですね、そこでやる将門が聞こえない、将門の口説きというところが聞こえない路地がないくらいに常磐津が流行ってたんですね。だからそういう流行ってたことを背景にして、常磐津に作り変えたんですけど、その時の常磐津っていうのは、常磐津の歴史上でもその時代が一番最高水準だったんじゃないかと思うんですけど、その常磐津にして江戸の人が楽しめるものに変えてったんですね。だから原曲、歌詞はほとんど同じなんですけど、
義太夫のものと全然違うので、まあ、狐尾は文楽でもよく出ますし、義太夫の出し物としてもなさると思うんで、それをまあ、もしかしたら対象していただいたら面白いかもしれない。で、歌舞伎でこれをやる場合も、いわゆる義太夫さんの語りで役者さんがやるんで、常磐津は歌舞伎に出るということはないんですけども、そういうようなわけで、その常磐津の音楽的面白さから江戸好みになったらどうなるのかっていう、江戸の人の好みみたいなものも、この狐尾を聞いていただくとよくわかるし、それからその狐尾が燃えてるっていうか、恋、燃えるような恋心を狐尾としてって書いてあるんですけど、そういうことを三味線の空白で、それでこれ、真冬の諏訪湖、凍りついてる諏訪湖のほとりの話なので、ものすごい寒い空気というものを、三味線と三味線、音と音の間の、空白の静寂で表していく。そのところなんかをちょっと体験していただ、聞いていただいてね、納得していただけたら面白いかなと思ってます。これ YouTube で先生上げてますよね。あ、そうです、そうです。一昨年の冬の時のですよね。そうです。サントリーホールでやった時の演奏を上げてますので、それ Facebook でからもリンクできますし、YouTube で音で見る歌舞伎の、奥には狐尾の段を検索していただくと出てきますので、そうですね。予習YouTube、ができます。はい、予習しといていただくといいと思います。なるほど。で、今度テーマがそうなんですよ。でね、これ僕ね、うっかり間違えたんですよ、字を。シンポジオンの、フライヤーっていうか、チラシ自体は、幕が開くって、この開けるは、夜が開けるんじゃないの。これ、ま、間違えちゃった。開けるはね、やっぱりドアを開けるの、開くっていう字です。幕が開くの、明るい字を書くのね。ごめんなさい、僕は間違えたんですけどね。そういうことなんで。そのこともね、今度はね、ちょっと音源を持っていって、狐尾の幕開きはどういう音楽で開くのかとか、なぜそうなのかとかね、それからその途中ではこういう狐になっちゃうときに、こういう音が、狐になるときの、これは狐だっていう太鼓と笛の音が、組み合わせが、この音が鳴ったらもう絶対狐の話っていうのがあるんですよ。そういうのをお聞かせしようかな。それはもちろん僕はお囃子はできないので、それはちょっと録音いや、で。なんかこの書いてある通りに、本当に音楽の意味が分かれば歌舞伎の楽しさが何倍にもっていうのが、僕、本当にですね、1月にたまたま歌舞伎行った時にですね、で、その時に、それは曽我もののだった一つだったんですけど、出てくるのが、途中で、それこそ、まあ、曽我もののがどんなものかっていうのは、もう先生から、ね、散々こうね、聞いてたから、もうよく分かりました、何度かもう見てたんで、あれだったんですけど、その時の、セリフが、それこそ若衆漫才の時ので、まあ漫才をしてるから、で若衆漫才お正の、月のあれですからね。なったんで、で若衆漫才のその歌詞をそのままセリフでお互いにやってるんで、あ、知ってるみたいな、知ってるもんだったんで、余計なんかすごく面白かったんですよね、なんかね。そうですね。これやっぱりね、歌舞伎も、そういう浄瑠璃とか知ってないと面白くなくはないんだけど、面白さが何倍にもなるし、それでこの浄瑠璃の稽古も歌舞伎を、まあ、小山さんもね、一中節の、ために、まあ、歌舞伎は必ず、じゃ小山さんね、あれになってるから見るとき、小山さんが出られるときは見に行くっていう、必ず見に行ってらっしゃるから、それが相乗効果となって、やっぱりより理解が深まると、そうですよね。まあ面白さが増しますよそうね。ですよね。わかるから、分かっでてきちゃ物語うと。のね、あれも曽我兄弟もね、やっぱその弟はこうなんか短気でね、それを抑えるみたいな、ああ、うまいねみたいな、だんだん慣そうれですよね。いかにもそうてきいうますよね。感じをね、出して。だこれはね、やっぱり実際に声を出して自分が稽古してるとね、のと知識で知ってるのは全然違うんですよ。だから見たり聞いたりしてるだけではなくて、あるいは読んだりしてるだけじゃなくて、実際に自分が語ってるっていう、稽古してるってことが、まあ、基本的には大前提なんですよね。歌舞伎も、こういう邦楽も、みんなが稽古してるってことを前提に全部出来上がってるので、
それがないと非常にハードルが高くなるどうですとか、か、美和さんとか声出してますけど、お稽古されて、なんかどうでしょうか、そこら辺は。今先生がおっしゃった歌舞伎も先にお稽古もしてないと見れない、見て楽しめないって話なんですけど、逆に私、お稽古の方を先にさせてもらってますけど、歌舞伎のこと本当に分からなくて、いいのかなっていうのはすごくあります。まあまあ、徐々にね、僕もお話の中でお伝えするし、まあいろいろ説明しますし、また機会があったら、これはぜひ見といた方がいいですよっていう、演目はね、お誘いしますので、ぜひ一緒ありにがとう見ございに、ます。それで、僕の知ってる範囲でしかないんだけど、知らないものもいっぱいあるんですけど、前もってこういう内容で、こういうあれだから、ここが見どころ、聞きどころですよっていうのをね、お伝えして一緒に見に行くと、まあ一緒に行かなくてもいいんですけど、おぜひご一伝え、緒。そうするとね、面白さがなお増しますから、そういうふうな形でね、歌舞伎を楽しめることが、こう、邦楽を楽しめることだし、邦楽を楽しめることが、歌舞伎を楽しめること。それにもう一つ、本当は、まあ、昔は吉原だけど、今は、まあ、それの流れとして、吉原みたいなお仕事じゃないんだけど、吉原、いわゆる芸者衆というのがね、お座敷でそういうのを楽しむっていうのが、その三つが、相乗効果になってたんですね。だからさっきご紹介があった出光佐三さんでも倉喜八郎さんでも絶対にそのお座敷で芸者衆の芸を鑑賞する、身近に。それで自分がお稽古してるでしょ。でお稽古っていうのはお所作とするんで、夜にお座敷でその芸者衆に弾いてもらって、みんなでそれを披露し合って楽しむっていうのが、まあ今のカラオケが、皆さんカラオケボックスっていうのを、なんてカラオケ屋さんがこんなにたくさんあるっていうのは、やっぱり習ったらやってみたい、人に聞かせた方が上手になりますから、それのあれが芸者さん、生きているカラオケ、生きてるカラオケっていうだけだけど、三味線音楽って絶対にね、カラオケができないんですよ。録音ではできないんです、フレキシブルだから。だからそれが芸者さんだったんですね。だから芸者さんは何でも弾けるんです。で、大体同じお師匠さんに習ってるから、わかるわけですよね。今、それがちょっとなくなっちゃってるんで、残念なんですなるほど、なるほど。けどね。昔の旦那さんはね、夜学、夜学って言ってまして、夜学でやっ長て、く、夜長学く。ね、下流会で語る。やっぱり見るだけでもダメだし、聞くだけでもダメだし、それを実際体験して、その3つとか、こうね、どんどんどんどで、遊ぶ。ん。それで遊ぶってことですね。いろいろね、知って。いや、知識だけじゃないし、こう実際にやることだけでもなくて、こういろんなものがこうピタッとあったときに、そうで上すね。達そすれがる。まあ一番贅沢な、こういうものの身につけ方っちゃんていと例えばね、お座敷でやるための音楽になってるわけですもんね、ちゃんとはそい。の、ほら、座敷のサイズが、よく先生がね、あんまり広いところだとちょっとやりづらいっておっしそうです、そうです。座ゃって、敷これにかいらる。逆にお能の方が、先生がお稽古にちょっといらっしゃったけど、やっぱお能はどっちかっていうと声張るから、いやいや、そんなに声張らなくていいみたいな。そう。お能は基本外じゃないですか、やるのが。能舞台っていうのは外にあるんですよね。で、外で、下に白い砂が敷いてあって、白い敷石があって、あれは面明かりというか、照明を兼ねてるわけですね。太陽光がこう入る。で、お能の舞台は今でも、室内にあってもこう屋根がついてるわけです。お相撲もそうだけどね、同じ。で、そういう、外でやるもんだから声がものすごく大きくないとダメだ。で、一部節とかは、歌舞伎も出ないくらいだから、そんなに大きな声出さない、もっと細かい、身近で聞く繊細なものを聞くようなことになってるので、そんな、あんまり広い部屋じゃない方がいいんですよね。金田中の広間でも大きすぎるくらいああ、っておっしゃいましたよね。で、あれは爪弾きって爪で弾くお三味線、あれは長唄とかですか？あれはね、小唄で小す唄、ね。小唄は爪で小弾くんです唄はね。本当にね、4畳半っていうか、もう、ここで弾いてもらって、
面白いのは、都々逸っていうのはそういうお座敷で歌う、自分で勝手に、かなりね、パターンは決まってるんだけど、七五七五かな、五七五七かな、来るとすぐ、七七七五かな、なんかわかんないけど、七七五ですね。ですね、はい。それで、即興で歌詞を自分で作って歌っちゃったりする。で、それをね、僕も YouTube で見て面白かった。古賀政男さんが三味線弾いて、美空ひばりさんが、すぐ、お膳のね、角で歌ってるみたいのがありましてね。それ、車屋さんっていう曲に、都々逸が入ってるんですね。古賀政男さんが作って、美空ひばりさんが歌った、あれに。で、そこのところあたりを、古賀さんが三味線弾いて、美空ひばりさんが歌ってね、今でも出てると思うんですけどね。うん。そういうのが、本当に、それは爪弾きだったと思いますね、それもね。それは小歌じゃないんですけどね、都々逸っていうのだから逆に爪引きでやつをなんか広い会場で聞いたらやっぱりちょっとは。あ、音も怖いですもんね、小無さ理い。です、それはちょっとね。演舞場で鞍馬会とかやりそうまですけね、ど、あれの時やっなんぱりかちょっ随分とちっちね、ゃいですよやっぱりあれは座敷ですぐそばで弾いてもらって、もうその、お座敷でも、常磐津とか一中節とか語るときは、向こうの方に毛線を引いて、それでそこに剣台と三味線芸者衆に引いてもらって、並んで金田中みたいな舞台みたいにやるんですけど、小唄っていうのは本当に、ちょっとそばに芸者衆がいてですね、弾いてくれて、その自分のその飲んでる食べてる席でそのまんま打って歌っちゃうのが、なんか座敷での小唄の、昔はそうだ、今は小唄でも向こう毛線引いてあるときに出て歌われますけども、なんかそこでちょっと鼻歌みたいにね、だちょっとシャンソンに似てるんじゃないかな。うん、そういうお話ね、お稽古のあれで、オンラインで出てましたけど、本当にね、ささやくように、語る歌。小唄は歌うと言いますからね。でも本当にこうやってその音の意味が分かって、ね、歌舞伎なんか行った時にパッとこう、あ、これは何とかって分かったら楽しいですよね、きっとね、本当に。楽しいですよ。あ、だこかれらはもこう、う水が出てくるんだな、みたいなすぐ分かるわけですもんね。そうなんです。そういう、もう幕が開く前に絶対に山なのか海なのか、ここに書きましたけど、お囃子が、それは舞台の背景、どういう背景、どういう道具ですか？じゃあ、川端です。じゃあ、このお囃子にしましょうって、それで決めるんですよ、道具で。お囃子さんがね。だじゃから、あ必ず合ってるわけなんですもうね。絶対これが、ミスマッチはダメなんです。そだかこら、は。狐火はね、雪が降ってんのに、水音で開くんですよ。雪が降ってんじゃない、雪が止んでるん、雪が雪止ん景で色、一面の雪景色なんだけど、今降ってるんじゃないので、雪音っていうのは使わないで、雪音っていうのは雪が降ってる時の音なんです。雪が降ってる時の音ってないんですけど、それを太鼓でズンズンズンっていうふうに雪が積もっていくみたいしんしんと降るみたいなね。な感じなんですかね。でね、奥庭にね、池があるんです。だから池がある、池のほとりなんで、どん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 って水音で開くんですよ、狐火は。そういうところがね、面白いんですよ。水音っていうのは、流れる川もそうだし、今のように池もそうなんですね、水があるところ。で、波が、海は違うんですね、またね。そういうのをおいおいね、だん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 、今度のシンポジオンも、この歌舞伎の音で見る歌舞伎ですから、それを、ちょっ楽しとみですね。合わせて説明しようと思ってます。ありがとうございます。はい。これ、柿田さん、またはい。こんな感じで、これ、前回のうん。ですが、今回はですね、これ、前回は歌舞伎前回のこれね、花盛りね。あれですか、今度はこれ、これ持ってきます。これ、いかがああ、ですか。これはね、だから、海ですね。これさっきちょっとお話したんですけど、ここのね、これはもともと襖、小襖、ね、ちっちゃい襖だったんですけど、ここに家紋が入ってて、それが徳川家の、尻合わせ三つ葵っていう、まあ、葵の御紋の逆になってるようなやつ。だから多分、それなりのお宅にあったというかね、
なんかその、そうなんでしょうね。あったもんだ。そういうもんは普通の人は使えないでしそうょなんですね。だからちょっとそれも、う。うん。面白いなと思いまして、こまた。の、こぶすまって言うんですか、これ。なんコて。ブスマですよね、はい。この、だから、こういう、なんていうの、戸棚というそうですよか。ね、はい、に、はい。しつらえて、まあ、よく、なんでしょう、東招大臣のね、襖絵とか見るまあ、襖や絵山です描けいて、どああいうね。時に、もうやっぱりコブスマの部分もあるんですよ、あれも絵として。だかこら、れがね、こういうふうに額装されてるのも、実に面まあ、そ白うでい。すよね。面こん白いなでふうすにね。ね、なってて。まあ、これ買ってそのまま自分のところの襖に入れたらもっとかっこいいんですけどね。ああ、そうですね。それ贅沢すぎるな。でもそうですよね。こんなふうに楽しんでいただけこれに合わせてる。自分のちょっと作ってね、袋そうで戸す棚とか作っね。それて。をもう最高のぜあ、ひ。でも上じゃないな。やっぱり下そうのです地よね。袋でし下ょうですよね。ね。そうですよね。そこだとなかなか使どいづこらい。にね、あ、でも茶ダンスっていうかそういうのをそうです作っね。て、家具を作ってそこにはめてもいい、はめがやったのかもしれませんかっこいいと思います。ね。こんな感じで。今日はたまたまですね、ちょっとこの、先生のこれは研究所、都一音楽文化研究所の対談のところで、はい。ホームページの対談に出てます。前で対談させていただいたんで、この先生は今は新潟医療福祉大学かなの教授になられたんですけど、この対談した時はこのリウマチ膠原病科の部長さんだったんです。まだ40代でね、若い方なんだけども、僕の三味線のお弟子さんなんですよ。で、お稽古の時に三味線やりながら、いろんな話をすると、日本の医療の、世界、江戸時代の日本の医療は世界最高水準だったんですよっていう話になって。で、リウマチとか膠原、まあ、リウマチは、膠原病もリウマチの一種らしいんですけども、非常に治りにくい病気なんで、漢方を使った方がいいんじゃないかということで、もともとは京都の方だから、当然京都大学なんだけど、京都大学の医学部なんですけど、それ出られてから北里大学の大学院に入って、漢方医の資格も取って、鍼灸もできる、お医者さんなんですね。で、両方研究されてるので、で、それでその漢方の歴史がわかるので、音楽も、日本の音楽は、まあ皆さんやっていただいててわかりますけど、非常に高度な水準に発達してたんですが、明治によって全否定されちゃって、こんなものは本当にひどい扱いになっちゃって、文化的にも音楽的にも芸術的にも全く価値のないものです。それで、ね、むしろ有害だっていうなんとなく風潮を作っちゃったんですね。で、それと同じで、東洋医学というか日本の医学、日本の医学も、あるいは鍼灸とかそういうものも、それで、これはね、なんか日本独自に、文政年間18期に入ってすぐぐらいから、ちょうど一中節ができた頃に、同じ時代なんですけど、急に日本独自の医学として、日本人に合った漢方、中国の漢方と全くっていうか、それを元に変えていったらしいんです。あ、変えていったんだそうです。で、その日本の医学が世界最高水準だったのも、やっぱり、明治になって西洋医学だけが医学だと。だから、鍼灸とかそういうのは、なんか非科学的だとか、なんかそういうふうに、やっぱり、今の僕たちのイメージ、なんとなくピアニスト、バイオリニスト、指揮者とかっていうのと、三味線弾きとか、鼓打ちっていう、なんとなくこう、下目に見られるっていう感じがあるし、それで、西洋医学の、まあ、京大出た、東大出た、慶応出たお医者さんの、いわゆるお医者様っていう感じと、鍼灸師っていうのは、なんとなくこう、リスペクトが違うっていう風潮は明治になって作られちゃったんですね。だから、それが非常に似てるなと。それが、似てる、嘆くんじゃなくて、やっぱり、それは、
本来の音楽の発展、日本の文化の発展、まあ、世界の文化の発展、それから医療の発展にとって、良くないことだねっていうことで意見ですね。で、まあ、それも、そう言いながら僕もですね、なんていうの、津田先生が京大の医学部も出て、しかもそれをやってるってことが、一つの逆にね、なんかそういう信頼度になってるところは逆に申し訳ないんですけどね。で、僕も本当に僕は別に西洋音楽の演奏はできない。もちろんバイオリニストじゃないんですけども、まあ、西洋音楽の僕がなんか皆さんからある程度こうなんか紹介されるときに、この人三味線弾きなんだけど、西洋音楽にも詳しいんですよ。もう大したもんですねって。そこで大したもんですねって言われても、僕は三味線弾きとして大したもんですねって言われたい。言われてない。西洋音楽知ってるから大したもんっていうのは、ちょっと僕にとってはね、うーんって思うじゃん。僕は好きでたまたま知ってるだけなんだけど、そういう風潮をやっぱり変えていった方が、江戸の文化、江戸のそういうものをもっとこう、正当に評価して、そこからもっと学んで、現代の生活に生かして、未来に生かしていった方が、より良いんではないかという意見が、お互いに、一致してるんですよ。で、岡山さんといつも話してて、岡倉天心って方がいたから、やっぱり日本画っていうものは、そういう扱いを受けてないじゃないですか。そうですよね。油絵と日本画、油絵描く人のが伝統で、日本画描く人はそうでもないなんてことはなくて、横浜大観とか東山、すごい騒ぎでこうリスペクトされてる。むしろ油絵の方がちょっとね、そうですね。だから両方がちゃんとね、共存したというかですそうね。です。梅原龍三郎さんがいて、東山魁がいてっていう時代があったんだけど、ちょっとそれが残念だねっそうですていよね。う。音楽にはそういう方がいらっしゃらないといつもね、先生がそ言っうてなんです。る。で、そのアーティストじゃなくて、その間にいる人としてね、何かを発信すこのる、音楽の価指導値をすね、るような、こう、人が。世間に知らしめる、まあ、海外にも知らしめる、論が荒れる人っていうかね。そうですよね。岡倉天心の本とかよく読んでてもですね、その100年前に言ってるのに、今でも全く同じように通用するそのものの真理みたいなことを言ってますからね、なんかね。そうですね。あれだかはら、びっくりしますね。だから本当に平和とか戦争とかそういうことについてもね、すごくいいことをおっしゃってるし、茶の本の中でもね、特にそういうことそうだですよね。し、東洋の理想もそうだで、みんなし。新しいものがいいと思ってるけど、そんなことはないんだみたいなことをちゃんと言ってますから、そうです、新しそういでにもす。言ってるんですよね。面白いなと思いますね、ああいうのみたいだですね。すみません、から、今これね、お稽古のこれも。日。これ、いよいよ明日、明後日ですね、明後日。そうですね。これもあんまり大勢だと、ちょっと、なんていうのかな、皆さん身につかない、ちょっと体験するだけになっちゃうんで、定員を10名にさせていただいたんですけど、それで、やっぱり素敵な場所でね、やれた方がいいなって、この写真の部屋でやるわけじゃないんですけども、まあ、こういう雰囲気、これ浅田さんの別の部屋なんですけども、でも広間を、使わせてもらえることになったんで、そこは、その時は照明は別に、あれじゃないですけどね、すごい照明が入ってる部屋なんですよ。あそこでいつもあれを、夏の会とか今度ね、新年会でやる部屋なんですなるほど、なるほど。でもね、そのね、お三味線触る機会って本当にないですからね。よ。そうですよね。でもその、これね、面白そうだなと思ったら、バイオリンは最初なかなかいい音出ないとか言いますけど、お三味線は意外と出るっていうのはちょっと。そうなんです。意外とね、初めて弾いてもね、そんなにすごい歯が浮くような音にはならないですね。まあ、ピアノとかね、お箏とかもまあ、それなりの音が出ますけど、三味線もそうで、バイオリンはなかなか、いいなって、いい音だなって思ってもらうには大変だと思います。ほとんど、なんかもう鳥肌立っちゃうような音になっちゃうし、あと、日本の楽器で音にならないのは、東儀秀樹さんがイージーリスニングみたいにやってらっしゃるので、七力ね。地域、あれはもう、あれもね、
僕もちょっと吹かしていただいたことあるんですけど、もう報復絶踏みたいなことしか出ない。なあれるも綺麗な、いい音になるには、やっぱり相当修練がいる。まあ、リードを加えてね、やりますからね。だけど、三味線は割に初めから気持ちいい音が出るので、こう、調子を合わせて、こう、開放弦ね。どこも押さえないで弾いただけでも、気持ちがいいし、それが、いつも言ってるように、周波数の整数比ですから、それだけでも体にいいんじゃないかと。楽しみですね、でもコね。ツ、コツというと、ちょっと、なんかあれですけど、やはりその三味線を弾くにあたり、こう心構えみたいな。そう例えば、ね。本当に私、ギターとかも一切弾いたことないんですけど、で、音楽もピアノもちょっとね、本ちょっと弾けないぐらい、こう、なんですが、そういうまあ、一音が番、あるっていう。まあ、大事なこ、ただ、ただ、一本の音、ダンって弾くだけでもですね、そこに雪が降ってて寒いんだと思う気持ちを満たして弾くのと、今日はすごい暑い日で太陽がじりじり照りつけてるっていうんで弾くのと、音は、その思うだけで音が変わるんです。まあ、それ浄瑠璃と共通ですね。そうです。でね、これは不思議なんだけど、思ってる音楽っていうのは心の中にある音を声だの楽器を通じて、こう、聞かせる、人に伝えるものだから、心の中に音がなければ、音のイメージがなければ、音楽に全然ならないんですね。っていうことで、だからその思いを持ってみてて、ただ、ダンって弾くと、それは初めて持ったって弾けないことはないので、弾けますから、どういうふうに思って、それも練習しますけど、今度やっていただこうと思うんですけじゃどあ、も、宮さん、ぜひ体験してかそられて。が、そう、また体験談をね、聞かせてください、来週。なんかちょっと時間になってしまいました、今日。ありケがリーとさんがいうないからですね。こういつものミニお稽古最近してるのは、そございます。こまそうでだ、そうだ。たどり着けずにですね、あっという間に終わってしまいました。これ、はすみません。じゃあ、続きは次回にさせていい、ありがただきます。とうございました。はい、金曜深夜の座談会、江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流である一中節、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から、日本文化まで一中節宗家一中先生と語る心整う時間、また来週の金曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうあごりざがいとうまごしざいまた。す。どうありがとうごも、ざいました。ありがとうございました。ありがとうございました。コーディング止めます。